こちらの自動販売機ではなんとラーメンスープが売られているんです。 JR 東日本の駅構内に置かれている自動販売機アキュアで今日から順次販売が始まったのはラーメンチェーン一風堂が監修した豚骨ラーメンスープの簡易飲料です。コロナ禍でオフピーク通勤者が増えたため帰宅時間が遅い人たちへのお夜食需要を見込んで開発されました。麺なしでスープは飲料用に塩分濃度を下げて油の量も調整しています。お味は？ラーメンのスープよりはあっさりしていますがコクがあってまろやかです。コロナ禍で伸び悩む外食産業、駅構内という身近な場所で販売することで新たな客層の獲得も期待しています。迷ってたら勢いで買っちゃうかもしれないですね。アレンジしたくなっちゃうかもしれないですね。なんか麺、インスタントの麺入れたりとか。ラーメン業界も店舗以外での熾烈な競争が始まっています。